わざわざお越しくださり誠に申し訳ないのですが、特にお話しすることはありません。あの島の事故がワイドショーなどで非常に不謹慎に取り上げられて以来、後宮氏の主治医であり友人でもあった父にも大変心外な関心が多数寄せられました。そのいずれもが何の根拠もなく、また父のそれまでの業績を汚すものでした。私はそれら全てについて未だに強く憤慨しています。無理もないことと思います。私も同じようなものですので、私など6つの時から延々です。そうでしたね。これは失礼。そんなあなたなら当時の件にもう関わりたくないという私どもの気持ちもお分かりでしょう。あれは不幸な事故でした。それを事件だと騒ぎ立てたがるのは無責任なテレビと雑誌だけです。彼らの態度には心底うんざりさせられますよ。お気持ちよくわかります。私生活に至るまで監視を受け、プライバシーも肖像権も、果ては人権さえも認められてたかわからない私ですから、そのやり場のないお怒り、よくお察しできます。だからこそ私の人生をここまで台無しにしたあの事件は一体何だったのか、どうしても知りたいのです。それでここへ来ました。私もあなたと同じ当事者です。雑誌記者でもインタビュアーでもありません。そこを誤解しないでください。私は道楽でこんなところまで来たんじゃない。私を見下すのもいい加減にしてください。あの事件で狂わされた人生の傷跡比べをするならば、私とあなたでは比べ物にもならない。当時のことを思い出すのは苦痛でしょうが、ご存知のことがあったら何でも教えてください。もちろん口外はしません。私は私の人生に決着をつけるために今日ここへ訪れています。私は18です。あの事件は私の人生の12年を奪った。そしてこれからも奪い続けるでしょう。私は6歳のあの日からずっと暗闇に放り込まれたままなんです。そんな私でも知る権利がないとおっしゃるんですか。いや、失敬。立ちの悪い連中ばかりが来ていたので、私もつい身構えてしまったようです。失敬したのをお詫びします。わかりました。他言無用を誓っていただけるなら何でもお話しします。ありがとう先生。ではお願いします。何でも結構です。話してください。知っての通り、父は後宮氏の主治医であると同時にチェスを通じた友人同士でもありました。その親交は後宮氏が六軒島に移り住んできた当時からのとても長いものでした。どのくらい仲が良かったのですか。相当だったようです。チェスの縁で先方の屋敷に厄介になることも少なくなかったようです。私の口から言うのもなんだが、後宮氏は非常に気難しい方でした。そして父はそんな人間と付き合うのに長けた非常に大らかな人だった。孤独な後宮氏にとって稀な友人であったことは想像に難しくないでしょう。当日は親族会議でした。後宮家の親族会議は資産やその運用などについて厳しく問われる、さながら経営会議のようなものだったとされています。そのような席にまで出席を求められるほどに南條先生は信頼を得ていたわけですね。
父は純朴な医師であり、後宮家のような富豪の財産運用について助言できるような立場にあったとは思いません。おそらく当時の後宮氏は健康状態が優れられなかったでしょうから、その介添えとして呼ばれていたのでしょう。親友の父ならおそらく口も固く、親族会議場の秘密もきっと漏らさないと信頼されていたに違いない。当時の後宮金蔵はかなり健康状態が悪かったのでしょうか。カルテが残っていたりはしますか。事故の当日はカルテを持参していたのでしょう。後宮氏のカルテは残念ながらフォルダごと失われています。父のクランケですし、私も詳しいことは分かりません。事件の前後、何か気になるようなことはありました。あるにはあります。ですが非常に誤解を招きそうなのであまり言いたくはありません。何ですか、それを教えてください。実はあの事故の数日後に私の自宅に郵便が届いたのです。郵便？それはとても奇妙な郵便でした。差出人が私になっているのですが、それは身に覚えのないものでした。何者かが私の名を語って出したということです。宛先は北海道の礼文島。北方領土の話を抜きにすれば日本の最北端の島です。その宛先人がなんと礼文島の住所ではありますが父の名前だったのです。しかし送付先住所が間違っているらしく、住所不明の付箋が貼られて差出人である私のところへ戻ってきたわけです。中身は何だったんですか。本当に他言無用でお願いします。私も非常に迷惑しているんです。かといって捨てるわけにもいかず。くれぐれも他言無用でお願いします。南條先生は本当に北海道に存在を、あるいは同姓同名の人物が北海道に。父が何かの事情で事故を逃れ北海道で存命していたのだとしたら、
私たち家族にとっては事情に関わらず嬉しいことです。私も初めはその可能性を考えました。しかしこの封筒の送付先住所は存在しないのです。つまりこの封筒は届くはずのない郵便なのです。送付者が正しい住所を書き損じた可能性は？もちろん否定はできません。ですが住所の番地を見る限りどうもそうは思えないのです。北海道礼文島礼文郡礼文町 1-2-34-567。 おそらく明らかに存在しない住所をデタラメに書いたのでしょう。この封筒は初めから存在せず届くはずのない住所に送付されたと考えるのが自然だと思います。中身は？どうぞ。これは？貸金庫のカードと鍵、そして暗証番号でした。それも普通の貸金庫ではない、特別な顧客のみに許されているらしい不気味な貸金庫でした。
私の使っている貸金庫の手続きと違い、カードと暗証番号、そして鍵を持っているならば本人確認は行われないというシステムでした。ですがとにかく厳重な金庫室で、その物々しさに怯えました。こんなところに預けざるを得ない、どんな物騒なものが待ち受けているのかと。それで？カードをリーダーに通すと暗証番号の入力を求められました。そしてそこにある8桁の数字を入力すると認証され、金庫室への入室が認められました。すごい光景でしたよ。まるで SF 映画のような世界だった。薄暗い銀色の広大な部屋にびっしりと金庫の扉が埋め尽くされているのです。A11 にはそれらの金庫のうちの一つを示すものでした。ちなみにそれ以外の金庫にもずらりと緑ランプが点灯していました。20個以上はあったと思います。あるいは他の一角にももっとあったのかも。いずれにせよ私の鍵は A11 にのみ、他の金庫の中身を確かめる術はありませんでしたが、中身は現金でした。現金？どれほど？新札の100万円の束はちょうど厚みが1センチになると聞いたことがあります。それがこれだけのジュラルミンケースの中にびっしり詰められていたのですから、多分1億はあったでしょう。数えたわけではないから分かりません。手すら触れませんでしたから、私はすぐに直感しました。これは危険な金だと。私は頭が真っ白になり、すぐに関わり合ってはならないと直感しました。それで一切手をつけなかった？はい、そのまま施錠をし直し元の金庫に預けて立ち去りました。この鍵やカードも捨てようと思いましたが、何が起こるかわからない。そのため誰にも内緒で12年もの間本棚の裏に隠し続けてきたのです。あれが何の金だったのか私にも未だにわかりません。この封筒をお借りすることはできますか？いえ、この場で見るだけにしてください。わかりました。ではちょっと失礼します。調べ物を。そんな郵便物が確か届いた気がしますわ。母ちゃん、あれはどこにしまったっけな。
死んだお袋がメイドから送ってきたような気がしてね。中身もよくわからんし、薄気味悪いんでずっとほったらかしにしてて、今日まですっかり忘れてたんですわ。お嬢さんはこれが何かご存知なんですかね。ひょっとしてあんたんとこにも同じものが。どうしたんです、エンジ様。ウリュ、頭痛？頭痛？ごめん、頭が痛い。刺さってる。知ってる。知ってるって何を？まさかこの封筒、エンジ様のところにも。これは何のつもりよ。あいつは全ての遺族にこんなふざけた金をばらまいたというの？死んだ後も愚弄するなんて許せない。ウリュ、ウリュ、エンジェ。ごめんなさい、ベアトリーチェ憎しは今に始まったことじゃないわ。あの6歳の日に、もうすでにあの魔女と縁があったことに驚きと怒りを感じただけよ。この12年間、エンジ様はずっとベアトリージ様の呪縛に囚われてきた。これがそのまさに呪縛の証となるのかもしれません。ですがどうかしっかりそれを打ち破るための旅でもあるはずです。そうね、頭に血を昇らせたって何の役にも立たないわ。冷静に考えなくちゃ。これはどういうことなの？遺族に1億円をばらまく意味は何？挑発だとでも言うの？ベアトリーチェめ。エンジェ、落ち着いて。ウリュー、この封筒の送付はつまりベアトリーチェによる事件の計画性を裏付けるものかしら。化身は親族会議の直前、そしてわざと時間をかけて変装されてくるように仕組まれている。事件の後に届くようにしたかったということかな。うん、そうなるわ。でも少し疑問もあるの。なぜこんな不確実な方法で。不確実？ねえ、だって何日で郵便が戻ってくるかなんて事前には想像もできないじゃない。郵送先の郵便局が調査し、送付先不明と判断し返送するまでの期間なんて普通は想像もできない。そういえばそうだね。ちゃんと到着の期日を決めてそういう郵便で出した方が確実なのにね。ウリュー、まあでも前日に投函したんならどんなに早く戻ってきてもきっと月曜日以降の到着になったでしょうし、死者からの手紙を気取りたかったんじゃないかしら。死者からの手紙か。確かにね、あれは驚くし嫌な気持ちになるわよ。死んだ家族の名前が表に大きく書かれている郵便物が物々しい付箋付きで郵便受けに放り込まれているんだから。でも私は何か腑に落ちないわ。私だったら
期日指定郵便にする。ひょっとしたら想定しない日に届くかもしれないという不安定さが私にはどうしても理解できないの。ウリュウ、でも確かにそういうのベアトらしいかなって思う。え、あなたベアトのことわかるの？ちょっとしかお話ししたことないけど、でもベアトならこういうことをするかなってのがなんとなくわかるの。マモンもなんとなく想像がつかない？ベアトってこういういたずら好きだよね。確かにそうかも。ベアドリージ様なら死者からの手紙みたいな悪質ないたずらはやりかねないと思います。うん、それだけじゃなくて、絶対確実な方法じゃなくてちょっぴり不確実な方法の方をベアトリーチェは面白がるの。不確実な方法を面白がる？熊沢さんは事件の直前に変わった様子はありましたか？いや、いつも通りに見えたな。親族会議はピリピリするから辛い辛いと漏らすのはいつものことでしたし。これは？
ああ、それはお袋の形見分けでもらってきた写真ですわ。多分例の黄金伝説に関係したやつではないかと。魔女の碑文ですか。10トンの黄金の隠し場所を示すと噂される。熊沢さんも挑んでおられたんですね。でもこれは碑文じゃない。初めて見るものです。この扉は千兆分の一の確率でしか開かない。あなたは千兆分の一の確率でしか祝福されない。知らないわ。こんな文章、碑文にもお姉ちゃんの日記にも出てこない。お袋の遺品の中に碑文の謎解きに挑戦してると思われる写真やノートが結構出てきたんですわ。お袋も案外そういうのが好きだったんだな。なんでも10トンの金塊が隠されてたって噂だ。そりゃお袋も夢中になるはずですわ。他にも資料があると思うけど、兄弟で適当に分けたからな。誰が何を持ってるやらさっぱりですわ。はあ、申し訳ない。この熊沢さんが撮影した英文だけ読むと、滅多に開かれない開かずの扉という印象を受ける。でもこれは屋敷のどこかしら。光の具合から屋外みたいだけど、熊沢さんはこの中にその黄金が隠されていると睨んでたのかしら。さあ、いずれにせよ六軒島の屋敷のどこかでしょうな。お袋の預金口座には残念だが黄金を発見したと思えるようなお金は入ってませんでしたよ。さすがに見つからんかったんでしょうな。
よく覚えてる。あんた、まだこんなに小さかった。立派になったな。そして、さぞや辛かっただろう。お前さんの気持ち、よくわかるぞ。わかってる。今、あの島に行きたがる船なんぞ、簡単には見つからんだろう。今じゃ六軒島と呼ばず、古い名前の悪敷島と呼ぶ者までおる。この辺りの船乗りじゃ、首を縦には振るまいな。船は出してもらえるでしょうか？うん。明日だけ返してもらう約束になっとる。最近はエンジンがだいぶご機嫌斜めらしいがな。かっ飛ばしてやるわい。よかったね。これで島へ行けるようになったね。そうね。船を見つけるのは難しいと聞いていたから、船長が協力的で助かったわ。エンジ様ほどではないにしても、船長にとっても12年前の事件は未だ抜けないトゲなんでしょうね。ウリュウ、船長さんも心の整理がつかなかったんだね、ずっと。そりゃそうでしょう。約束通り10月5日にあのじいさんが船を出してくれれば、大勢が助かった可能性がある。ちょっと風が強いからといって船を渋らなければ。ウリュウ、そんなこと言っちゃダメだよ。船長さんもそれを今日までずっと苦しんできたはずだよ。
船は昼過ぎに帰ってくることになってる。それからあんたを六軒島へ案内するから、到着は夕方前になるだろう。電気も明かりもない島だ。あまり長いはできんぞ。その程度の上陸で、あんたの気は済むかね。長い下から何かの気が済むというものでもありませんし、船を出してもらえるだけでも感謝します。うん、すまんな。わしが船を手放していなければ、ケチなことを言わず好きなだけ島へ案内してやれるんだが。それはよかった。そろそろ参りましょう。船長、明日はよろしくお願いします。ああ、任せておけ。お前さんたちの難儀な事情も聞いとる。わしも当時のワイドショーを見ていて、面白半分に事件をかき回す連中に虫図が走っとったもんだ。協力はおしまんよ。ありがとうございます。それでは明日お昼に、これ船台に。わしはお前さんに感謝しとるよ。これは天のお導きだ。あんたを六軒島へ連れて行き、そして無事に連れ帰る最後のチャンスをくださったんだ。わしは金蔵さんに任されていた最後の仕事を今ようやく終えることができる。だからあんたには感謝してる。金は当時の金蔵さんからたらふくもらってる。あんたから取れんよ。ありがとうございます。階段、足元に気をつけてな。急だぞ。孫の部屋が空いとる。泊まって行っても構わんのに。見ての通り、布団なら有り余っとるぞ。ありがとうございます。万一の時ご迷惑はかけられませんので。事情は知らんが、相当な厄介に巻き込まれてるようだな。うさんくさい連中が人探しをしていると噂になっとる。あんたのことじゃないのかね。さあ、わしは六軒島を目指す客人を送り届け、そして迎えに行き連れ帰ることが仕事だった。その仕事を12年前に中断したまま、まだ終えてない。だからわしはあんたのおかげでその仕事をようやく終えることができるんだ。だからわしにその仕事を終えさせてくれよ。わかってるな。ええ、別に私は死にに行くんじゃない。
死にません。約束します。そもそも私、どうして六軒島に行かなくてはならないのかの目的さえ、未だにあやふやなんですから。いや、目的はきっとある。あんたにないなら、それは彼らにあるんだ。島があんたを呼んだ。だからあんたはここまで来たんだ。そうかもしれませんね。私は、呼ばれたのかもしれない。それでは明日、失礼します。うん。どうしたね？あれは？ん？あれ？はて、何の話だね？これは私にだってさっぱりだわ。そんなバカなことってあるの？これは魔法なの？奇跡なの？ええ、多分これは運命よ。私は今理解したわ。これが私の使命だったのよ。ウリュウ、私には何が何だか。どうしたんだね。何があるんだね。わからん。わしにはわからん。あんたには何が見えてるのかね。ありがとう、船長。全部、これは運命だったんです。ここに私が訪れることさえ運命だった。これが私が六軒島へ行く目的で、使命なんです。エンジさん、どうしました？トラブルですか？わしにもさっぱりわからん。お嬢ちゃんが暗がりを指さしたまま固まっちまったんだ。エンジさん、大丈夫ですか？何が見えるんですか？あなたたちには見えないの？それよ、それ見えないの？見えるのはただの陳列棚です。誰も言いやしませんぜ。ウリュウ、エンジ、僕には何が何だかわからないよ。これは夢なの？魔法なの？どういうことなの？エンジェ、エンジ様。理解したわ、お姉ちゃん。